いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は左に斜行して歩くという練習方法をご紹介したいと思います。左に斜行して歩かないと自分が投げるときに体にボールが当たって自分が邪魔になってしまうので、左に斜行して歩くようにします。で、それの矯正方法としましては、ボーリング場であればガターのまっすぐ一直線上に立っていただいて、そうするとガターにまっすぐ歩いていってしまうとボールは落ちてしまいますので、ボールを落とさないで投げようとして2枚目あたりを投球していただくと、強制的に左へ歩く斜行ができます。で、歩くときにまずボールを構えていただいて、5本の人ですと1、2、3、4、5というタイミングで、4本の人ですと1、2、3、4のタイミングで投げます。で、まず立っていただいて左に斜行しながら、投球します。これを1、2、3、4という感じで、投球していただきます。で、そうするとタイミングがつかめて左への斜行の練習にもなります。で、まあ、自宅でも左に歩く練習はできると思うので、自宅でも、まあ、左に歩く意識をしていただいて、左に斜行していただくように、1、2、3、4という感じで、練習してください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。